あれが道を極めた者の姿か。拙者も武の頂を目指し邁進せん。この地は徐光明が頂戴つかまつった。いざ乱世に武を極めん。わしに何用か。拙者は引退し己の武を見つめ直さん。ついては貴公に後継を託したい。承知した。後のことはこの総猛徳に任せよ。参上いたした。もはやわしをいただく必要もあるまい。これより先はお主が立つのだ。はっ、御意のままに。つかまつる。恥ずかしながらこの徐光明、御身に化粧し申した。良き答えをいただけるならば後陣の至り、後日返答をお聞かせ願う。私が妻になってあげるのです。不誠実な行いは許しませんわよ。拙者、男女の機微には暗いやもしれん。されど必ずや御身を幸せにせん。この時より我らは夫婦。徐光明、御身に常しえの愛を誓わん。愛する私のため死ぬまで尽くしていただかなくてはね。兄弟とは利比を超えた絆。何があろうと背くことなく貫かねばならぬ。この絆こそ我らが力。いざもろともにひた進まん。
拙者らは義兄弟となり申した。共に支え合い高め合っていきましょうぞ。うん、互いを知るべとし、この乱世を乗り越えていこうぞ。これしきで諦めなどしない。再び立ち、天界の道をひた進まん。くそ、どこに逃げた。まだ遠くには行っていないはずだ。おい、おい。なんという量でござろう。だが勢力を保ち天下を目指すにはこれでも不足やもな。なかなかに爽快よな。この奥は敗者の無念が染みたもの、せめて正しく使わねば。おい見ろよ、あいつが例の。ああ、戦場の死神ってやつか。おっかねえな。貴公の戦ぶり見事の一言、その部極みに達したのではないか。うん、わしをいくら褒めてもお主の得にはならぬぞ。この部、今や何者にも超えられぬ頂に達したのではないか。いや、拙者の部は道半ば、さらなる高みを目指したいものでござる。見事なり。やはり貴公の部、並ならぬものであったな。
よくやった。わしを狙う輩もお主がいては手が出せまいな。今夜の戦果はこんなもんでしたぜ。あるところからはどんどんむしり取ってやりやしょう。我らの部、何人にも屈することなし。最後の決戦、必ずや勝利戦。はい。部では人の世の豊かさは気づけえぬもの。皆それぞれの活躍に感謝せねば。賑わいが人と物を呼ぶ。この町はまだ成長しよう。ご随意に。拙者はただ武を磨くのみゆえ。このにぎわい、修行には不向きだが、民が望んだものでござる。この勢いを保つため、悪戦も拒めまいな。
武をもって武を制す。勝敗は非常なものでござる。終わってみれば造作ないこと。我が波動を支えた後進はお主らに。改めてよくやってくれた。我が部、これよりは御身の天下を守るために振るわん。我が部の道、天下へ通じていたとは。姿勢ではますます貴公らの力が必要となる。今後も分霊してもらいたい。願わくはこの天下、いつまでも平らかならしめたいものだな。